こんにちは、インセルです。ちょっと今日は用事で平野区に来てまして、今東住吉区なんですが、この通り、そうですね、ちょっと行ったことないエリア行ってみようかなと思っていまして、ちょっと用事来たんで、そのついでにせっかく晴れたんで、ずっと運動不足だったんで、ちょっとマスクも新調したんで、これもちょっとね、アウトドア向けなんで、かなりいいと思います。すごい日生えてますね。日がすごい。でも若そうな猫ですね。川を渡れば大阪の南の方に行きますね。あっちが東なんで、工場ですかね。大根落ちてる。民家の前になんか大根が備えてありましたね。タヌキと同じ意味合いですかね。レッドウッド、アマゾン、いろんな工場や会社が並んでる感じですね。一番シャープで、アクティオ、タダプラ、あ、佐川急便、結構オールスターな感じで。結構どこにもいますね。っていうか、ほとんどカメか、あれカメですね。3匹います。もう1匹は頭出しました。
こぼれ、うん、カラスどころかね、もう自分との戦いで自己防衛できてないんで、神社ですね。